チチース、ジョニ君だーす。いうわけでな、今日はな、この大自然見たって、綺麗やろう。な、これやったらもう BGM とかいらんやろう。BGM 字幕でな、今日はな、なしで行こうか。でな、昨日までな、3日連続で大雨降ったんよ。そやからな、山椒の卵、ないかな、見に行こう、思うてんで。ほな、レッツゴーしてまうで。いつものドブに、レッツゴーでなぁ、見たってなぁ、ここなんよ。今水あるやろ。どこのドブの水もなぁ、二日したらなくなるんよ。二日ぐらいでな、干上がってまうよ。こんなとこに産んでまうんよ。ほんまなぁ。それから、やっぱ生きてなぁ、返さなあかん。もうなんやろ、自然の摂理でなぁ。このまま死んでまうからなぁ。それからなぁ、で、ここ見えるんかなぁ。ほら、一個あるやろ。ここになぁ、でっかいんかなぁ。結構でかいんやで、これ。ほら、どうやろ。一個あるやろ。ほら。結構な、黒くでかくなっとるな、これな。でかくなっとる。わし、見逃しとったな。大雨でな、多分、出てきたんよな、流れてな。雨が降ってきて、来てくれた感じやから出てきたんやな。よ、まあ、育っとって助かったわ。ここにもですね、これも、山椒。でしょ。あ、本当だ。ほい。あ、そっか。結構いっぱいいいですね、これで。お。そうだね。親が、うん、何匹かいるね、これ。そうですね。うん、これは、ちょっと。よいしょ。やっぱり太陽が当たるところと当たらないところで違うのかな？あ、太陽が当たると死んじゃうんですよ、なんか。だから俺は葉っぱをかぶしとってるわけ。ああ。うん、栗の木の葉っぱを全部かぶして、水は流れるようにするんだけど、あとは今雑草がこう出てくるじゃないですか。はい。だから雑草も一緒にこうしてかぶしてて、おじいちゃんと話すことを1時間なんかこの綺麗な自然見たって卵も見たってな、これあるやろ。1,2,3,4,5,6,7個わし見逃しとったんやな。結構でかくなっとるやろ。なあ。でなあ。なんやろなあ。あ、大雨降ってやっぱ出てきたんやろなあ。さっきのおじいちゃんがな、わしを背の高い女の子と間違えてな、話しかけたんやって。卵苦手なシャスルーしちゃってな、中で、ほら、動いとるわ。よかったわ。白くなって赤くなっとるやつはあんま見当たらん感じやね。まあ、これも自然に返すためにな、頑張るな。いい感じやで。よし、いつものバケツにな、入れたいんよ。で、今日7個やろう。この間6個あったやろ。見たって見たって。で、ほら、生まれとるんよ。山椒が生まれとった。ほら、山椒生まれとるよ。見えるんかな？動かへんな。で、7個と6個でな、13個やって。卵13個あるんよ。で、そやから毎年恒例やね。多分、わからんとこ産んどったんやろな、山椒な。ほら、いい感じででっかくなっとるやろ。あ、動いとる。山椒生まれとる。おるやろ、おるやろ。なあ。で、ボウフラもおるんやで。ボウフラ見えるんかな。ボウフラも、あ、おるおる、右おる。そやからな。ボウフラも食うためにな。湧いとるはいい感じやね、この入り物な。で、あとは、暑さやね。暑さ対策してもってな。行こう、もてんで。いうわけでな。最後まで見てくれて、お気に。よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしゅうよろしゅう頼ます。ほな、あったかくして、寝るやで。チーズからのチーズからのパワー！これがジョニゴンさんの猫よけからの暑さ対策カバーやで。ほな、だったん。